中古でもいいものとダメなものがあるんじゃないかな。どういう意味ですか。ほら、ちょっと前まで釣り具の中古ってあまりなかったから。母さんは優しいから言わないけど、どれだけお前たちのために我慢してるか分かってんのか。親父やめろよ。中古って誰のことですか。ここの家だってそういうつもりで譲ったんじゃない。本当はもっと田舎に引っ越したかったのに、我慢して近くに住んでたんじゃないか、子育てを手伝えるように。それなのになんだこのざま、話が違うじゃないか。お父さん失礼でしょ。ほら妙子さんに謝って。いや謝って。いえ、あのでも取り消してほしいです。うん、中古と言ったこと。すまん、言い過ぎた。いえ、ありがとうございます。もう家族なんだから喧嘩しないで。うん、圭太君もびっくりするじゃないね。別に。ほら、みんなでコーヒー飲みましょう。お父さん、座って。ありがとうございます。大丈夫、でも次は本当のマグモ高瀬